日本が寄贈した中古ゼロ系新幹線にイギリスから称賛の嵐。皆さんこんにちは。ネックス工業の未来です。皆さんはゼロ系新幹線がイギリスに寄贈されていることをご存知でしょうか。鉄道の歴史は深く、1804年にイギリスで蒸気機関車が発明され、1825年には石炭輸送目的でストックトン、ダーリントン間の走行が開始されました。これをはじめとして1870年までヨーロッパ諸国で鉄道建設ラッシュが続くことになります。産業革命は工業生産に革命を与え、製品の大量生産が可能となりました。その一方で、大量に生産された商品や生産に必要な原料を運搬する必要に迫られました。そういった中で、鉄と石炭と蒸気を使う鉄道は新しい時代を人々に強く印象づけるものでした。日本の鉄道の歴史は1872年に新橋、横浜間で日本初の鉄道が開通したことで始まります。鉄道開業式は横浜駅で行われましたが、隣接した明治天皇が新橋駅から乗車して自ら鉄道の便利さをアピールしたという話が残っています。その後急速に普及が進み、明治末期にはほぼ全国に鉄道網が完成しました。世界から見た日本の鉄道といえば、戦後の高度経済成長の象徴の一つである高速鉄道の新幹線が代表的なものとして挙げられるでしょう。高度経済成長期の新幹線での移動は一つのステータスでした。その後ビジネスであれ、観光旅行であれ、新幹線の利用は徐々に身近なものとなっていきました。そんな中で、ゼロ系新幹線がイギリスに寄贈され、イギリスで称賛の嵐を巻き起こしていることが注目を集めています。今回はそんなゼロ系新幹線がイギリスに寄贈されたことにフォーカスしていきます。この動画では、ゼロ系新幹線とはどういった車両なのかという点から、寄贈先のイギリスの国立ヨーク鉄道博物館についてもお話しします。動画の最後ではイギリスで展示されるゼロ系新幹線への感動の声についてもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。1964年10月1日、世界初といえる本格的な高速鉄道が日本で開業しました。東京オリンピックに合わせて作られたとされる新幹線はそれ以降、重要な交通インフラとして重要な地位を占め続けています。この時導入された初代の新幹線は、後にゼロ系と呼ばれるようになります。ゼロ系の丸っこいフォルムは、元祖新幹線という姿で多くの人の記憶に残る車両の一つです。ゼロ系が登場するまで、東海道本線の特急列車で使われていた151系電車などの営業運転での最高速度は時速 110km でした。しかし、ゼロ系が導入されたことで、その速度は一気に時速 100km アップして時速 210km になりました。世界的に見ても、時速 210km で営業運転を行う車両はゼロ系が初めてでした。ゼロ系新幹線が世界最速の車両であったことで、このために開発されたテクノロジーが使われていると考えがちですが、実はそうではありません。速度を大幅に引き上げるためにモーターの出力は従来の電車より強化されてはいますが、基本的な構造は151系などで使われてきたモーターと同じです。また高速走行時に課題となるトンネル突入時の気圧の変化問題は、ゼロ系では気密構造と呼ばれる技術を採用しています。これもゼロ系が開発される前からあった技術です。ゼロ系はトータルパッケージとして高速で鉄道を運用できるシステムを整えたところが重要なポイントといえます。例えば新幹線は踏切を一切設けず、道路との交差は全て立体化し、それ以外の場所でも築堤や高架橋などを通るようにして、一般の人が線路に近づけないようにしています。新しい技術を開発したのではなく、時速 200km 以上の高速運転に対応した線路を営業運転の列車のトータルパッケージとしてシステムを組み上げたのです。ゼロ系新幹線は1964年から1986年まで38時にわたり改良を重ねつつ、
総計3216両製造されました。日本全国で活躍を続けてきましたが、老朽化や新型車両の登場により2008年11月の通常運用を最後に引退する運びとなりました。ゼロ系新幹線は運用を終了しましたが、その後は日本各地の博物館などで展示される車両を見ることができます。大阪府摂津市の新幹線公園や京都府亀岡市の鉄道歴史公園が代表的な展示スポットです。そんなゼロ系新幹線ですが、海外からの寄贈依頼もあります。2000年 JR 西日本が運営する交通科学博物館と梅小路蒸気機関車館が鉄道発祥の国であるイギリスの国立ヨーク鉄道博物館と姉妹提携しました。その後 JR 西日本へ国立ヨーク鉄道博物館にゼロ系を寄付してほしいという打診がありました。これを受けて2001年、ゼロ系は博多港で船積みを行いイギリスへ輸送されました。2001年7月12日からイギリスの国立鉄道博物館において時速 202.8km という蒸気機関車で世界最速の記録を持つマラード号と並ぶ形でゼロ系の展示が始められました。ゼロ系新幹線が展示されるイギリスの国立ヨーク鉄道博物館は鉄道車両や鉄道関連資料などが収蔵されており、鉄道の博物館としては世界最大規模です。ヨーク鉄道駅に隣接する3つの車両庫を展示ホールとして活用し、100両を超える機関車と約200両の客車、貨車などの他に数十万もの鉄道関連アイテムが収蔵されています。この鉄道博物館があるのはヨーク駅から徒歩5分ほどにある、元は列車整備の拠点だった場所です。モノクロ映画に出てきそうな年代物の列車だけでなく、ところどころに古い券売窓口やアンティークな計量機も展示され、まさに鉄道マニアにとっては夢の国といえます。常設展示にはなんと王室専用客車ロイヤルトレインも展示されています。ちなみにロイヤルトレインのビクトリア女王のための列車は車輪のついたパレスと言われるほど贅を尽くしたものとして有名です。そんなところにゼロ系新幹線が展示されているということは、鉄道の発展に新幹線が大きく寄与していることの証明でもあります。運営母体は科学、工業、技術などをメインテーマとする所蔵品の展示と保存研究に特化している公益団体サイエンスミュージアムグループで、鉄道はまさに得意分野です。抜群の充実度と規模を誇りながら、入場無料という点も高く評価され、イギリス国内のベスト鉄道博物館ランキングで常に上位を保持しているのはもちろんですが、ヨーロッパ博物館大賞の栄誉に輝いたこともある施設です。ゼロ系新幹線はグレートホールという場所に展示されており、車内では新幹線を紹介するビデオが放映されています。連結部分にある乗務員室ドアやくず物入れなど日本語表示もオリジナルのままで、かつてゼロ系車両を利用した人ならば異国の地で懐かしい旧友に出会えたような感慨を抱くことでしょう。こうした展示によって日本の新幹線やゼロ系新幹線の知名度は大きく向上しています。ちなみに海外でゼロ系新幹線が見れるのは国立ヨーク鉄道博物館だけです。国立ヨーク鉄道博物館に展示されるゼロ系新幹線ですが、海外では称賛の嵐を巻き起こしています。博物館にも行ったし、日本で最新の新幹線にも乗った。すでに日本は次を見てるからね。より早いマグレブだ。俺たちは追いつくことに必死だって言うのに。今でも展示されてますか？今度母親と7歳の息子を連れて3人で行く予定なんです。生でタイプゼロを見れるから、今から息子が大興奮してます。日本が提供してくれたんだよね。素晴らしいことだと思う。実際に乗った時の思い出はきっと一生忘れない。この前最新のファルコン、ハヤブサに乗ってきた。こっちの車両は、彼らと顔を合わせるなんて恥ずかしくてできないだろう。ぜひとも日本の新幹線を導入してほしいよ。もし僕らにそのためのインフラを作れるなら、だけど、とにかく素晴らしかったんだ。
半世紀も前にこんなものが作られたなんて信じられないよな。俺はタイプゼロの大ファンなんだ。実際に開業50周記念に発売された加藤の鉄道模型も買ったし、こういった声がネット上では寄せられています。このように私たち日本人が考える以上に新幹線の評価は高いものであることは間違いありません。現在新幹線の技術力の高さや運用システムの素晴らしさなどは世界に認められており、ぜひ新幹線のような高速鉄道をうちの国にもという声も少なくありません。イギリスを訪れた際にはぜひ国立ヨーク鉄道博物館へ足を運び、我らがヒーロー新幹線ゼロ系の雄姿を見に行くことをお勧めします。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。またツイッターと LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。